これで全部でありますか？すごいです。シャルロッテさんは雪の上でも普段と全然変わらないんですね。さっきからこいつも雪に足を取られてるってのに、何かコツでもあんのか？まあコツというより慣れであります。この先の村だよな、よろず屋に魔物の討伐を相談してたってのは。懐かしいであります。自分の故郷もこんな風に雪に埋もれた土地だったのであります。シャルロッテさんの故郷ってどんな場所だったんですか？特に変わったところもない普通の田舎の村だったのであります。ほとんど一年中こんな風に雪に埋もれてるような、そんな村だったのであります。なるほどな。雪の中で昔から剣を振ってりゃ、そりゃ雪に足を取られたりしねえよな。いえ、自分はその村にいた頃はごく普通の子供だったのであります。ハービンらしく細かい作業や商売の勉強が得意で、剣を握ったことなどなかったであります。そうなんですか。でもそれでどうして騎士団の団長さんにまで？それは、うわあ、今のは悲鳴がしたのはこっちであります。急ぐでありますよ、団長殿。君たちの背中は我が銃弾、誤ったず敵をうがっ。邪魔だてするなら容赦はせんぞ。無駄だ、遅い、さらばだ。状況終了。みんな大事ないか？ありがとうございます。本当にもうダメかと思いました。間に合ってよかったのであります。怪我はないでありますか？はい。失礼ですが、あなた方は奇空団の？ぼうさ、ちょうどこの先の村から魔物の討伐依頼があって。やはりそうでしたか。その村というのは私たちの村のことです。ぜひともご案内させてください。依頼のあった村っていうのはハービン族の村だったんですね。恥ずかしながらハービンは戦いに向かないものが多いですから、よく魔物の討伐依頼を出すんです。自分の村もそうだったであります。それで魔物討伐に来ていたリュミエル聖騎士団に命を救われて、それで自分はこんな風に人を守れるようになりたいと、そう思ったのであります。シャルロッテがあの騎士団にいたのはそういう理由だったんだな。え、もしやあなたもルミエール聖騎士団の方なのですか？え、もってことは。ええ、実は同じく討伐依頼を受けてくださったルミエール聖騎士団の方が村にいらっしゃってるんです。シャルロッテ団長。いや、その久しぶりであります。なぜシャルロッテ団長が？まさか。いや待て、俺たちがここへ派遣されたのは団長がご不在になった後だ。そうかそうだよな。ともかくご無事で何よりです、団長。失礼ですが、団長は今まで何を、どうしてこの村に？それはその、
そうか、気空団に。それで依頼を受けてこの村に。まさか他にも依頼を出してるとはな。なんて偶然だ。ん？どうしたでありますか？何かまずいことでも。いえ、何でもありません。むしろ団長と再会できて非常に心強いというか。へえ、それに菊氏の方もかなりの手だれのご様子。おや、こいつもかなりの修羅場をくぐってきたからな。それはそれは。おかしいな、さっきの騎士のやつらどこ行っちまったんだ。はぐれちゃったみたいですね。大丈夫でしょうか。彼らも雪山には不慣れなのかもしれないであります。ギュミエール聖騎士団でも雪中訓練などはあまり。なんで帝国の連中が出てくるんだよ。しかも囲まれているであります。四方八方から殺気が。わからないことは多いでありますが、ともかく応戦するであります。団長殿、ここを切り抜けるぞ。邪魔立てすっさらばだ。そこまでだ、終わりだ。マイハー、終わりだ。はっや。無駄だ、遅い。はー、終わりだ。さらばだ。いや、いや、いや。マイハー、我が剣よ、今こそ。氷の花と散りゆくがいい、グラディアスネイル。さらばだ。これはみんなの勝利だ。ありがとう。どうして帝国の人たちがここに。見当もつかないであります。一体どういう目的があったのか。けどよ、騎士のやつらが消えちまったのってまさか帝国の連中に。いえ、ご心配には及びません。二人とも無事だったのでありますね。さすがはシャルロッテ団長、生半可な兵では相手になりませんか。何を言って。今度は魔物が。団長殿、すぐに構えるであります。二人も早く剣を。剣を構える必要はないんだよ。この二人はな、帝国の。どういうことでありますか。見たままだよ。こいつらと俺たちはお友達。そして村を襲う魔物は俺たちの差し金だ。あれは魔性。の、よく知ってるね。ってお前まさか手配中の。こりゃ好都合だ。一石二鳥ってやつか。やいやいやい、笑ってねえで何がなんだか説
明しやがれってんだ。だから全ては俺たちの計画なんだよ。この村からは希少な鉱物が手に入ってな、村から人をどけて大規模に掘り返したいが、連中てこでも動かねえ。かといって大っぴらに村を焼いちゃ村の取引先の連中に目をつけられる。そこで魔性を使って魔物を操り、村が自然に魔物に滅ぼされるよう仕向けてたってわけさ。そんな、なんてこと。それでどうして誇り高き聖騎士団の二人が帝国の側についているでありますか。団長、そのこいつら本当に強いんです。その通り。魔物の討伐に派遣されてきたこいつらに俺たちの力を見せたら、あっさり俺たちの側に寝返りやがった。これで俺たちの計画に穴はなくなったのさ。貴様、シャルロッテ団長、なぜあなたはお怒りになっているのですか。わからないのでありますか。尊き御心の守護者ともあろう者が、正義の使徒である聖騎士が力に屈し悪に加担するなど、絶対に許されないことであります。シャルロッテ団長、団長は正義よりも強大な悪が存在するとお思いですか。どういうことでありますか。圧倒的な力こそが常に世の正義、つまり強大な力を持つエルステ帝国こそが正義なのです。正義とは常に最も強大な力のみが唱えることのできるもの。力なき正義は無双に過ぎない。か弱い正義はもはや正義じゃないんですよ、団長。このこいつら、なんてことを。言いたいことはそれだけでありますか。何。正義は常に尊き御心と共にあるものであります。正義は決して力あるものの大義名分なんかじゃないのであります。自分があの日あの雪山で聖騎士団に救われ、憧れと共に心に灯ったもの、自分も誰かを守れるようになってみせる、そう誓った心こそが正義なのであります。正義の心はか弱かった自分を支え強くしてくれたのであります。どんなに弱くても清く正しく高潔にあるものの、心に宿るもの、それが正義であります。力に正義を売り渡した貴殿らを自分は絶対に許さないのであります。無駄だ、遅い。いや、終わりだ。遅い、無駄だ。はっ、いや、さあ、遅い、はっ、いや、はった、さあ、我が剣よ、氷の花と散りゆくがいい、グラティアスネイル、さらばだ。アセルマ、後期は必ず来る。アンズルマ、私がついている。無駄だ。アマかける、白竜の刃と散る。バイスクルーゲル、油断しろ。祈る余裕は与えん。ヒューネラルブリッド、邪魔立てするなら容赦はせんぞ。ここを切り抜けるぞ。そこまでだ。はあ、これで決める。君たちの背中は私、我が銃弾、誤たず敵を奪っ。
これはみんなの勝利だ。ありがとう。この度は村の方々に何とお詫びしたらよいか、本当に申し訳ありません。いえ、幸い犠牲者もなかったですので。ありがたいお言葉です。今回の騒動はシャルロッテ聖騎士団長殿とその仲間の方々が解決されたとか。シャルロッテはすっげえ剣幕だったよな。あんなに怒ってるの初めて見たぜ。あの時は自分の思い出と重ねてつい頭に血が上ってしまったのであります。でもあの時のシャルロッテさん、とってもかっこよかったです。いや、それほどでもないのであります。シャルロッテ聖騎士団長殿、やはりあなたはリュミエールに必要な人材です。旅の経緯は菊氏の方からお聞きしましたが、どうかリュミエール聖騎士団に戻ってきてはいただけませんか。それは国の者も聖騎士団の者もシャルロッテ聖騎士団長殿の帰還を心待ちにしております。そうでありますか。確かに自分もリュミエールを懐かしく思うであります。しかし、その自分はそう言われては仕方ないであります。団長殿がどうしてもと、どうしてもその一緒にいたいというのなら、自分は決して気空団に残るのもやぶさかではないのであります。やれやれ。まあ確かに聖騎士団長殿には戻ってきていただきたいですが、しかしよくよく考えれば聖騎士団長殿にお帰りいただくには時期尚早かもしれませんね。え？離反者の出るような聖騎士団では恥ずかしくて聖騎士団長殿を迎えられません。リュミエール聖騎士団が清く正しく高潔にの精神を再び取り戻すまでの間、どうかこちらの気空団でお待ちいただけますか、シャルロッテ聖騎士団長殿。待つであります。団長殿と一緒に自分はこの気空団で待つであります。では改めまして、シャルロッテ聖騎士団長殿をよろしくお願いいたします。危うくシャルロッテが気空団を抜けちまうかと思ったぜ。でもよかったですね、シャルロッテさん。リュミエールの人も認めてくれて。あの方にはリュミエールに帰ったら礼を言わなければならないであります。でもそれはきっともう少し先のことですよね。もちろんであります。今は団長殿の気空団の一員であります。だからこれからも末永くよろしくお願いするであります、団長殿。